アリス・エリザベス・ドハーティは唯一のアメリカ合衆国内で生まれた毛はけ性、多毛症の人物である。ドハーティティーンエージャーの頃生まれた時のドハーティは全身に約2インチの長さのブロンドの毛が生えていた。彼女の親族の誰も同様の状態であったことが知られていない。彼女は青い目をしていた。アリスは2歳の時から両親によってサイドショーアトラクションとして見せ物にされた。 後に彼女は母親とウェラー教授のワンマンバンドによってアメリカ中西部を通じて商業的に紹介された。彼女は一貫して店の正面の展示でスタンドアローンとして見せられた。彼女が5歳である時までに毛は長さ約5インチに伸び、最終的にはティーンエイジャーである時までに約9インチになった。ドハーティは エンターテインメントには決して興味がなかったが、引退を心配しながら待っている家族を支えるためにパフォームし続けた。多毛症の状態は非常に稀であるけれども、ヒョードルやエフティチョーフ、ステファン・ビブロフスキー、ヘッス・アセベス、狼男、およびアニー・ジョーンズは似たような外観で知られている。多毛症には原因の違いを含む多くの様々なバリエーションがある。 上記のパフォーマーの多くは遺伝的変異に苦にんだが、一方、ドハーティはそうではなかった。ドハーティと同様の条件を持つ他の多くのパフォーマーとのもう一つの違いは、彼女は毛化け性多毛症に苦しんでいた。つまり彼女は毛が一箇所だけに集中するのでなく、全身に毛が生えたということである。1915年にドハーティはエンターテインメント業から引退し、 1933年6月13日に、テキサス州ダラスで不明な原因のために死亡した。サイドショーワールド、サイドショーパフォーマーズフロムアラウンドザワールド、www.sideshowworld.com2016 年11月16日閲覧。ab, アリス・ド・ハーティーザ・ミネソタ・ウーリーガール。 サーカスフリークスヒューマンオーディティーズ http:///thumanmarvels.com w w w アリス・ド・ハーティーザ・ミネソタ・ウーリー・ガール2016年11月16日閲覧アリス・ド・ハーティーショーヒストリー SHOWHISTOORY.com 2016年11月16日閲覧カンファームド カンファームと2016年11月16日閲覧ウェンドリンダニエルハイパートラコススジャーナルオブザアメリカンアカデミーオブダーモットラジー48161179182ドイ10.1067マイメートル j d 2千三3 1 0 0プミド12582385ありがとうございます